左の太ももの故障から戻ってきましたレアンドロ、今日2得点。遠藤、ルーカス、明神、レナチーニョ、スペースがあります。この時に結構あのサイドにスペースがあるんですね。スルーパスだ、来た、クロスだ、クロス1対1入った、勝ち越し。フロンターレ途中出場のクロス、後半の40分、川崎フロンターレ3対2。あの形を続けていたフロンターレ、あの形でやられ始めていたガンバ大阪、中村からのスルーパスですね。抜け出したクロツ、左足のトーキックですね。落ち着いてここは決めていきましたクロツ。このキックのタイミング、クロツのゴール。さあ川崎フロンターレリード、連覇を狙う去年のアジアチャンピオンのガンバ大阪、時間がない中でリードを許す展開になりました。